あの質問だけに答えてください。別に具体的な中身をやり取りを聞いてるんじゃない、不公平だということを言ったかどうかという趣旨のことを聞いてるんですよ。あの記者会見の文書を、これ、国民の皆さん方にも読ませてもらいます、えー。日米安保から離脱を検討しているのかという質問に対して、いや、それは全く考えてないと、私はただあれは不公平な合意だと言っていると、ここ半年。 安倍首相に何度も言ってきた。誰かが日本を攻撃すれば、われわれは反撃し、全軍全力で戦う。われわれは日本のために戦いにつなぎ止められ、全力投入することになる。しかし、誰かが米国を攻撃しても、彼らはそれをする必要がない。これは不公平な。無関心なのかバカなのか、われわれはこういう取り決めばかり結んできた。典型的な例だ。これを変えなければいけないと安倍総理にも言った。 万が一誰かがわれわれを攻撃したら、われわれは日本助けるんだから、日本もわれわれを助けるべきだ、安倍首相はそれを分かっているし、そのことにも依存はないはずだ、ここまで記者会見で言ってるんですよ。これ、具体的なやりとりを聞いてるんじゃないんです。公の場で言ってることなんです。しかも、これはこの間の G20 の大阪サミットで言ったことなんです。安全保障法制の前に言ってるんだったら。 先ほどの答弁で、安全保障法制ができたんだから、そこは変えました、変わりましたということを言えるけども、安全保障法制ができた後で言ってるんですよ。何の説得力がないじゃないですか、今の答弁は。ちょっと待って待って、私まだ質問しない。私が質問したいことはただ一つ、イエスかノーで答えてください。不公平だということは、トランプ大統領から言及があったのか、それだけ聞かせてください。 内閣総理大臣安倍晋三君あの私の方から、ですねその、えー、首脳会談の中のいちいちについてお答えすることは差し控えたいと思いますが、先ほど申し上げたとおり、この日米同盟については、えー、この5条と6条ということを申し上げたわけでございますが、しかしその中でバランスが、えー、おあのおいわばあ同じ義務ではないけれども、バランスが取れたものであるということを述べ、えー、そしてです、ね、平和安全法制についても、 説明を<い>、いや、これ、実はですね、いや、これは、いや、いいよではなくてですね、いいよではなくて、首脳会談において、ですねこの,この話を私は説明し、そしてかつですね、かつ、えー、あのアメリカの。 米韓の、ですね米韓あるいは航空機のこの防衛、えー、このいわば防護任務について、初めてついたということについて説明すれば、ですねんですよそいや、そこでは高く評価をしているんですよ、いや、それは毎回、毎回そうであるということだから、な何の意味もないということを、前原あが、えー、意味がないじゃなくて、そ,そんなことを聞いてません違い。違うということを申し上げたりちょっと委員長、質問に答えずに。あのごめんなさい、まず指名します、前原誠二君。委員長 質問に答えずに、そして質問と違うことをベラベラ時間つぶして答えないでください。しかも相手は明確にもう記者会見で言っていることについてイエスかノーかも答えられないんだったら予算委員会なんかできないでしょう。外交問題、安保問題なんて議論できないでしょう。ふざけるなと言いたい。しっかりと国民に対して国,国会というのは国旗の最高機関ですよ。それに対して日本の安全保障の根幹をなす日米安保で アメリカの大統領が言ってることは事実ですかと聞いてるのに答えないということは、不誠実決まりなく、予算委員会やっても無駄じゃないですか、そんなことは。イエスかノーかでしょう、答えてください内閣総理大臣、安倍晋三君。あのまあ、ふざけるなと言いたいというのはです、ね、少し言葉が好きるのではないかと私は思います。いわばトランプ大統領は自分の発言を紹介をしているわけであります。そこで私は私の発言を紹介をさせていただいた。 これ例えばですね、これは、いや、これはですね、こういうルールがありまして、自分の発言は紹介していいけど、相手の発言はそこでは言わない、え確かにもうすでに外で言っているではないかと、こうおっしゃったわけでございますが、これ、言い回し等について、どのようにどのように言ったかということについては、例えば、性格を知らなければならないわけでございますが、相手の発言は勝手には引用しないというのは、これは。 もう外務大臣もまあ短い期間でございますが、なされているから、これは常識なんだろうと、こう思います。そういう中で、聞かれていないことを言ったとおっしゃってるんですが、そのときに私が述べたことを、今ここで、私の言ったことは紹介できるから、私がここで述べたと、ういうことでございます前原誠司君、これ、トランプ大統領は何と言ってるか、そのことに安倍総理は分かってるし、依存もないはずだと言ったら、 言ってることは理解されてないということと一緒なんじゃないですか。つまり、安倍総理がいくら説明をしたって、トランプはそう思ってないんですよ。不公平だと思ってるからべらべらしゃべってるし、外で。そして、外では、安倍首相もそれは分かっているし、そのことに依存もないはずだと言ってるわけですよ。だからそういう前提で、私が聞いてるのは、相手が何もしゃべってないんだったら、まだしも、不公平と言ったのか。 ということに、いつかのうかさえも答えられない。私はそれは、総理としての答弁としては、極めて不誠実だと思いますよ。まあでも、ここまで言われたということは、自分の意見を言ったということは、案に認められたということですよね。その上で、私はこの発言をですね、二つのことで、しっかりとわれわれ分析しなきゃいけないと思っていますよ。 笑い事じゃないですよいいですか、二つのこと、一つは本当に安保条約の改正を考えているのか、もう一つは、これをディールと捉えて、そして脅して何かを取ろうとしているのか、この二つのことをわれわれは考えなきゃいけないんじゃないですか。 本当に安保条約というものを変えようとしているのであれば、その意図についてしっかりと考えなくてはいけないし、今、ウクライナ問題ってアメリカで問題になってますよね。これ、ウクライナ問題ってどんな問題なのかっていったら、バイデン前副大統領、アメリカの副大統領に関する疑惑捜査をするように、ウクライナのゼレンスキーという大統領に電話でトランプ大統領が政治圧力をかけた。で、トランプ流というのは、その電話に先立って、 ウクライナへの4億ドル相当の軍事支援を一方的に凍結してるんですよ、つまりは、調べるよねと、調べなかったら、軍事支援は凍結してるからね、脅しじゃないですか。私は今日は同僚議員に譲って、そのテーマはやりませんでしたけれども、自動車だって同じじゃないですか、関税上げる上げるってさん,さんざん脅かされて、そして関税は上げませんでした。 よかった農産物は下げて、これでよかったよかったって、おかしいじゃないですか、取れてない、何も。そういうやり方のトランプ大統領の常と手段とすれば、例えば中東ホルムズ海峡への派遣、あるいは来年ホストネーションサポートの増額、3倍から5倍と言われてるそうじゃないですか。あ違うんですね。うんあのはいあまあ、ちょっと自分の発言だけ終えて答弁してください。 そういうことに、私が聞きたいのは、どちらだと思ってるか、本当に安保条約を変え,変えろと言ってるのか、それともディールだと思ってるのか、総理としてはどういうふうに考えておりますか、その中で、ネーションサポートについて、それは違うと、報道とは違うということであればおっしゃってください内閣総理大臣、安倍晋三君、まあ、まずですね、まあ、これはあの、えーまあ、先ほど申し上げましたように、えー、トランプ大統領の発言は、私は述べずに私の発言を述べた。 これはまさにルールでありますから、えー、まさに私はあこのさまざまな首脳とです、ね、直ちにいつも本音の話し合いができます、まあ、それはです、ね、私はこのルールを絶対に守るということだろうと思います、ただ、守らない首脳もおいないわけではないわけでございますが、私は必ず守って、えー、今日に至ったわけでございます。えー、そして、その上においてです、ね、あのまあ、先ほども申し上げましたような、この日米同盟については申し上げている。まあ、そこで,でこれは、えー お脅しなのかどうなのかということでございますが、私はあのこれ、脅しだとは全く感じていません。あのもし、あのこういうトランプ大統領が記者会見等々で述べておられるということも含めてです、ね、えー、と同時にです、ね、同時に、米側からこの日米同盟を改定するという、えー、あの要求は、これ、全くない。ということはあの、安保条約を改定する考え方はを示されたことは全くないわけでありますが、具体的なスケジュールに。 そもそも乗っていないという中において、まあ、トランプ大統領の感想、ただ、トランプ大統領と同じ印象を持っておられる、おるアメリカ人と非常に私はそれはあのいい、当然いるんだろうと思うわけでございます。えーまあ、そこで,です、ねあのえー、自動車交渉等,等のこの例として挙げられましたがあの、例えばホストネーションサポートについてはです、ね、サポートについては3倍、4倍とか。 要求されたとこれは朝日新聞の記事だったかもしれませんが、これは全く違います。これは